お風呂入って髪の毛乾かしてたら気づいたら1時でした。だからあんまり早くに寝れなくて、そう、あ、みんなおはよう。みんなも早起きですね。当たり前か、みんなは。朝からかわちいね、ありがとうございます。なんか窓がさ閉まってるんですよね。暑くね。でもなんか窓開けると寒いからとか言ってました。この公園楽しかった、ありがとう。予測する定期、いやそうなんですけど、そうなんですけど、まあ今日はそうですね、まあ、疲れてはあんまないです。足もあんま痛くないですけど、あの腰がもうやばい、もう折れるんちゃうかみたいなね、もうくしゃみしたら折れるんちゃうかみたいなね、痛みですけども、頑張っていきましょう。やば、みんな早起きすぎな。上手に長坂推したくさんいたね。そうなんですよね、逆に下にいなくて。もたんは6時から配信してた、みんななんでそんな早起きなの、私にはわかりません。中坂はまあまあ6時半くらいになんか勝手に目が今日覚めたので、なんか朝ごはん食べてもりもりみたいな気持ちです。珍しいでしょ。このもみは今日は元気もりもりで頑張りたいと思います。そういえばなんかもう独占 T シャツね、売れたらしいです。ありがとうございます。ペコペコ、あ、台風でもなんかだいぶそれてません？そんなことない？朝からめっちゃ元気だった、すごいですね。ちょっと長崎さんはあのこれマックスです。みんなおはよう。すごい、それましたよね、めっちゃそれたよね。いやー、でもなんかめっちゃ大型だったらしいからね、まあまあよきよきって感じです。それてくれて台風さんありがとう、16号ありがとう。なんで台風にお名前をつけるんですかっていう素朴な疑問です。ちょうどいいって言うんですよ。でも割といつもこんなくらいじゃないですか、夜配信も。目が眠そう、まあ、眠たいっちゃ眠たいです、寝不足なんで。海沿いはやばそう、まあ、確かに。ぜひね、こう太平洋側に住んでいる皆さんは気をつけてください。遠く帰れん縁ですね、声大きいから多分そんな気がする。なんかね、マジ真ん中とかあんまないよね、本当に数回指折り数えられるんちゃうかくらいしかないです。須田さんの隣です、イエーイ。今日はライトないです。スケイって踏んでるね、あ、東京アイドルフェスティバルですか、イエーイ。なんかいいですよね、そういうさ、他のアイドルさんとかがやっぱ一緒に出るさ、そのイベントとかに SK が出れるのも嬉しいですし、そのまあなんかのね機会でね、その
そこの班の方にも SK を知っていただけたらね、もう超絶良きって感じですよね。声めっちゃ大きいですね。あ、めっちゃでもないかもしれないけど結構でかいと思います。端でいいんじゃない。でも端が一番ねやりやすいです。でもいつもはめっちゃ端で隣に先輩もいないくらい端っこなのに、今回はなんかぎっしりいる中の端でした。私総理大臣決まりましたね。そうだね、決まったね。なんか気づいたら決まってました。名前をつける必要性があるんじゃない、知らんけど、あるのかな。ぜひ。のそういうのに詳しい方いたら教えてください。なんかみんな的にはレーン、推しメンとレーンが離れてた方がいいんですか。なんかまあ個人的な話なんですけど、例えばじゃあ推しメンが1レーンでもう一人の推しメンが15レーンとか結構きついやん。わかる。なんかさ、この端から端レベルまで移動しなきゃいけないとかなるとやばいやん。疲れるくない？試験です。こんにちは、 SK48 9期生チームSの中ちゃんこと中塚美優です。ありがとうございます、見に来てくれて。わしレベルの DD になると誰が隣、あ、隣が誰かとか気にならなかった。なるほど、見えない方がいや推しメンが別にいる前提は臭いよ。いや、わかんない、わかんないけど、まあ、大体いるやん。腰はね、まあ、ちょい痛くらいです。やっぱ言われるんですか、さっきまるまるちゃんの例にいたけどの。こ大丈夫、あ、まだお時間もね余裕があります。はい、15分しかしないんで配信。トーク会10人以上行くから大変なのよ。あ、それは大変ですね。中坂はあの気づかないので、全然隣のレーンにいても多分分かんないと思います。マジ人の観察が苦手なので、人間観察っていうんですか、苦手なので、中ちゃんとのトーク会の後はせっかくのセントリアなので飛行機を見に行きます。あ、いいじゃないですか、セントリアいいですね。見も行きたい。おはよう、今さっき梨を剥きました。いいですね、梨食べたいな。季節ですもんね。推しと同じ部は取らないって決めてるから。あー、それも確かにいいですね。中坂さんのファンになるまでリアルタン推しだったの。あ、さすがですね。隣の連から手振りますね。あ、全然振ってください。いや、楽しみですね。待ってますよみんな。声がやばい、急にガラガラよーん。メンバージは自由時間ないのかな。ないですね。なんかもうに終わったらすぐ帰ってみたいな。でもまあ愛知県なんで自由時間あってもって感じなんですけど、昨日桃田の生誕って生きてる方を見かけました。いや、なんかさ、いや昨日なんかすごい下手にいっぱいいたんですよ、桃田の生誕って生きてる方々が。でなんかそう、お見送りの時になんかすごいなって思ったら、こう中坂がこうショールームでめちゃめちゃさ、桃田
の生誕ティーはすごいとか、ももたんはこういう服を、ももたんの母はこういう服を着てるんだよみたいな話するのを多分聞いて、今日はこういうコーデですみたいなお見送りの時にこうやって刺してきてどうみたいなやってきたから、いやほんとすごいなって思いました。なんかももたん大富豪で多分帽子も作ってて、それもめっちゃピンクで、で今年の生誕 T シャツもめっちゃピンクで、なんかもうすっごいピンクがいっぱい下手にいて、もう眩しかったですね。いや引いてないんですけどめっちゃ面白くて、なんか2人くらいしとけばいいかなって思って、2人でしたらもうだいぶ気ができたからオッケーオッケーみたいな、もうすごかったですね。なんかね目立つし眩しいですね、あの T シャツいいと思います。みーはちょっとなんか派手色の生誕ティーを作るのはちょっとひよってるので、まあ来年はね派手色で作れればいいかなって思います。筋肉痛は全くないんですけど、筋肉痛はあんまないんですよね。だからワクチンが怖いです。ふみえ T シャツ、そう昨日思ったもん、なんか黒の T シャツになんかジーンズに黒の帽子かぶってて、いや本当に誰かと思ったんですよ、びっくりしちゃったよ。なげちゃんも日和ることある、あ日和りますね。何色にしようかな来年。なんかその色にした時に別にいいアイディアが思い浮かばないよね。なんかさまだ1回も打ててないの、もうちょっとで1回目です。いやなんかね今まではずっとピンクだったんで本当に、でも今でもたまにピンクは着ます、全然。でも本当に最近はめっちゃ大人になってて、長坂さんはびっくりです。なんかももたんのピンク着ない理由が全部服ちっちゃくなっちゃったなんですけど、いや素晴らしい成長ですね。ちょっと長坂は全然 SKE に入る前に着てた服も着れるのではい、やばい、あ首が筋肉痛かもしれないです。そうやってピンクを卒業していくものなのねらしいです。おはようございます。ここの監督からみえちゃんと話すの不安です。なんでなんで、私は楽しみにしてますよ。なんかももたんのファッションの変化はマジでインスタグラムをこう見てるとすごいめちゃめちゃ分かりやすいです。なんかほんとここ1年でめっちゃ変わってると思います。土曜日に静止したのにまだ副反応みたいなのが続いてる。まあ、でも結構1週間くらいは安静にしてた方がいいと思うのね。パレアで首曲げるかと思ってたよ。えなんかね意味わかんないところで首グシッてやっちゃって、めっちゃ痛いんですよね。なんかこうチャン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 っていう振りなのね。首もなんかこう下前前こっち見るチャンチャンチャンなのに、なんかチャン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 、こっちで曲がっちゃって痛いみたいなもうびっくりしたよね。首の向き大丈夫かって思いました。こっちより多分こっちで良かった気がします。じゃあギフト読みます。ジャララサンタラのブ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 タラの音符13周年おめえ、シルルルルンさん13周年おめ、13周年おめ、13周年おめ、ワニさん13周年おめ、世界さん尊いシルルルルンさん13周年おめ、13周年おめ、13周年おめ、
ケロケロピさんハート、ジャラララさん13周年おめ、シャンシャンさんコバン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 、モンキーモンキーありがとうございます。あ、シュルルルンさん13周年おめ、13周年おめ、13周年おめ、ありがとうございます。13周年おめって指しすせ創業多くて言いづらいですね。みんなもぜひ行ってみてください。あ、うちわの名前は、あ、うちわは結構見えましたよ。なんかね、多分今回中坂の多分サインとかうちわを振ってくれてる方は全員座ってたんですけど、それは全部見えました。ではランキング見ます。今日の中身73位はデケデケデケデン、寝落ち常習犯のアバターのさんです。ありがとうございます。イエーイ。では今日の20位からを読みたいと思います。いきます。せーの、ゆっちーずさん、いちごさん、ピシシさん、ピシシさん、吹き出しさん、マーニーさん、キラキラ帽子さん、ありがとうございます。ありがとう。うちにみんな名前入れてた、名前入れてくれてる人もいました。こう何々推しみたいなやつ。でもあれいいですね、あれをお見送りに見せてくれたら誰が誰か分かるもん。分かる分かる。わあ、みんなこれはいいですね。はい、こうこうこう、なんていうんですか、こう中坂が今回13周年作ったうちわなんですけど、なんか名前空いてて、は今日も中ちゃん推しっていう、あれなんですけど、そのここの部分が自己紹介の代わりになるから、こうお見送りで誰か確認ができるので良きだなって思いました。お兄さん13周年おめ、ブブーさん13周年おめ、ありがとうございます。13位、ふんふんふん、ありがとうございます、ピッピーフユッピー。12位、ふんふんふん、ありがとうございます、パッカンブーブー。11位、ふんふん、ありがとうございます、恋はいたずらな天使の尻尾。10位、ふんふん、ありがとうございます、お花ポンポン。9位、ふんふんふん、ありがとうございます、シャンシャン。8位、ふんふん、ありがとうございます、フイズミー。7位、ふんふん、さあありがとうございます、ハムスター、カリ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 。6位、ふんふん、さあありがとうございます、ケロケロッピー。5位、ふんさあありがとうございます、冬っぴワンワン。4位、ふんふん、さあありがとうございます、わしゃー。3位、ふんふん、ふん、さあありがとうございます、SKのくまさん。2位、ふんふん、さあありがとうございます、シュルルルルーン。そして今日の1位はドゥグドゥグドゥドゥグドゥグドゥドゥグ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 ドゥナン、ふんふんさんです。イエーイ。やばい、声がガラガラになっちゃった。ありがとうございます。せーの、ウキー、ありがとうございます。ということでですね、今日も1383人の皆さん配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。現地でトーク会9日と10月9日10日の締め切りは今日まで、今日の23時59分までかな、わかんないです。よろしくお願いします。それではまた明日の配信でお会いしましょう。うちわには名前かバターの絵、どっちがわかりますか。私は結構名前もう覚えてます。なんかやっぱアバターだと被りもあるので名前で嬉しいですよ。12時か。じゃあ、12時までです。もうあとちょっとなので、ぜひ、まだね、会いたいなって思ってくれてる方は、ぜひ、ね、でもコロナなので無理はしないでください。それでは、お待ちしてまーす。せーの、まいちゃー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい。今日の合言葉は、パンパン。バイバーイ。バイバーイ。